はい、松本さんです。お幸せ。来ていただいた上に拍手まで。あれ。少し話そうか。増え続ける機械生産、手のぬくもりが感じづらい、そんな今だからこそ今日は手作りのコント持ってきました。ご覧ください。コント歯医者。あ、鹿だ。あ、鹿せんべいねえけど普通のグミでも食うっしょ。おい、あ、ちょっとって、あ、おお、やべえ、肩まで丸飲みされた。あとで見直したいから写真撮っといて。 お尻から指出るわ。ピースっていうことがあって、その日以来もう体の隅から隅までもうめっちゃ痛いんだ。多分バイ菌か呪いだと思う。治療よろしく。ちょっと待って、あの、確認したいんだけど、うち歯科の医者じゃなくて歯の医者で歯科医っつってんの。そこんとこ間違いない？ OK、 じゃあ座って。椅子倒すよ。あ、まだ口は開けなくていい。てか歯でっけ。歯でかくね？いや、でっかー。やべ、歯に夢中になって椅子倒しすぎたら患者さんひっくり返っちゃった。ごめん、大丈夫？死んでる。うわ、どうしよう、来週バーベキューだったのに。うわ、不安な時に吸うタバコうめえな。女子の人はちょっと、これどうすればいい？絶命してる。ちょぼ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 。とりあえず落ち着くためにコンビニ行ってきます。ポイン。店長さん、おでんの汁借りてます。いつもあれ。ウィン、まだ間に合うかもしんない。とりあえず心肺蘇生しよう。患者さん、患者さん、あっと、ちょっと、あ、やべえ、頭から腰まで丸飲みにされた。先生、後で見直したいから写真撮っといて。ちょっと待って、お尻から顔出るかもしれない。ブルーン、ピース。この後、いろんなことあって、彼、なんと生き返りました。やっぱり焦らないで落ち着いてっていうお話でした。どうもありがとうございました。